はい、おはようございます。治った、多分治ってる。はい、今日も暑いです。9月の12日木曜日、はい、明日美容院行きます。前髪長いですねはい、今日は青い葉っぱのどんぐりの手ぬぐいハエリつけて、長襦袢がトスコハの色襦袢の茜色、気温33度、違う、32度、昨日の方が暑かったんだ、1度低くなったんだ。でももう夏がぶり返してる。もう夜でも暑いもん。昨日27度ぐらいあったもん、11時で。あっちって感じでしたね。で、暑くなると吐く2階にずっといるので、今日も2階ですね。はい、今日床を磨いてたからさ、床綺麗になったかな。はい、今日はこちらです。アワシジラです。はい、秋色のアワシジラです。本当は1枚で着た方がもうこういう気温だと楽なのかもしれないけど、もうね、今日はちょっと縫い物をしたくて、自分の部屋にクーラーをつけると、ちょうどね、ミシンのところにクーラー、どう動かしてもクーラーのね、風が落ちるのよね。だから肩にクーラーの風が当たる状態になるので、これは浴衣だと絶対頭痛を起こすと思って、長襦袢の羽襟が大事ということで長襦袢着ます。はい、調整効いていいよね、着物って。そういうところ、あ、鼻かゆ。今日はね、夕飯もちゃんと作んなきゃいけないんだけど、ちょっと縫い物もしたいしなぁという感じですね。二人暮らしだとね、ちょっと一品つって、こう副菜みたいなの作ると3日ぐらい持つからそれが切れるとまたなんか作んなきゃなみたいな感じでゆっくりやってますけどね。マネージャーもね、さすがにもう50過ぎて、食欲も細くなりましたね。大盛りとかはもう食べれなくなったし、本当に細くなった。ただ私も細くなっちゃってるんで、外食行くとだいたい一口食べれなくて、いつも最後の一口がご飯なりおかずなり多くて、それを食べてもらうとちょうどいいって言ってるちょっと足りないっていうのが、その大盛りにするほどじゃないみたいでちょうどいいらしくって、その一口がちょうどいいって。この前小丸と小杖ちゃんと3人で福井行った時もお蕎麦を食べたんだけど、最後の一口がやっぱちょっとうーってなって、ああこれを食べたら楽しみにしているソフトクリームが食べれなくなると思って、ショーマルに、ごめんショーマルって言ったら、ショーマルがおちょうどいいねみたいな、もう分かっててすぐ食べてくれてありがとうってごめんねみたいないつもお母さんの残り食べさせてごめんねって感じでしたね。こんなだからね、ちっちゃい時から子供の残ったものが食べれなくて、子供がちっちゃい時はね、よく残ったものをお母さん食べるんだけど、お母さんも食べれないやみたいな感じ。
でも多分そんなに痩せてるわけじゃないからさ、私自身が。だから多分あんまり食べなくてもたまる体質なんだと思うんだよね。なんかいっぱい食べても全然体に貯蓄しない体質の人もいるじゃないですか。多分そういうね、あの消化が早い体じゃないんですよ。蓄積タイプなんだと思う。多分胃が悪いからだろうね。なんかいろいろそう思うんだけど、とりあえず胃が弱すぎるなというのはありますね。今鉄剤飲んでて、鉄剤って胃に負担がかかるから本当に気をつけてご飯中に飲んでますね。ちょっと鉄分が、鉄貧血にまで行ってないんだけど、鉄が足りないっていう、足りなくなる寸前みたいな状態で、体が重いよって言ったらちょっと飲んでみるみたいな感じで今試しで飲んでます。はい。ご飯じゃ補いきれないものってありますよね。今日はこちらです。はい、爽やかもたはんさんですね。猫すずあみどうびの再販が10月とか出来上がりが言ってたけど、まあ間違いなくまだ使えますね。暑いわね、今。なんやかんや言っても9月中旬じゃないですか。ね。30度とか言ってるし、30度かよっていうね。9月中旬で30度かよ。もう慣れたわみたいなね。ただもう本当嫌になるわって思うけど、そこのヘチマのビーターをずっと愛用してるんだけど、今もう作ってなくって、同じものを、ああどうしようかなって。これすごい劣化早いんですよ。ぐにゃぐにゃになっていくんですよ。もともと柔らかいっていうのもあるんだけど、ああどうしようかな、破けてきたしな、周りもとか思ってたんだけど、あのゴム付きのやつを1個所有してて、ゴム付きなんだけど、私ゴム付き使わないんだけど、一応買ってたんですよね。だけどゴム、おビーターが長いからゴムの部分が長すぎて結局使えなくて、このどうしよう、ゴム切って短くするほどこれゴム使わんしな、もうとかブツブツ思ってたんだけど、あもうゴムの部分切ろうと思って、切ったら汚くなるかなと思ったら、リッパーでパーって外せて、おビーター1個新品確保できたっていう状態になってます。ほんでまあ違うオビータを試すのはまだ当分先かなっていう感じですね。流瓶とこのオビータをまだずっと愛用してるって感じですね。後発商品というか、あのこれじゃないバージョンのヘチマのオビータっていうのもあるんですけどね、買ったことが私なくて、これは多分一番ふにゃふにゃだと思います。あんまりが硬くならないし、こういう薄い帯やと姿勢悪く折ると帯がクシュッとなるぐらい柔らかい帯板なんですよ。なんで帯板してるのしてないのぐらいの、ほんとゆるい柔らかい感じ。
ぱ体型のによっては使いづらい方もいらっしゃるかもしれない、でももうこれ作ってないからねはい、今日こんな感じです。あ、爽やかですね。秋だけどどこ行ったのっていうぐらい暑い日の、今日の着物でございます。はい、あ、かわいい、襟がかわいい、めっちゃかわいい。やっぱこのポイントの季節のこうなんか植物の柄っていいよね。すごい好きなんですよね。結構動物柄好きな方も多いんですけど、動物柄も可愛くて好きやけど、でもやっぱ植物柄でこうなんていうの、季節のっていうのの自分の好きな季節感を感じる植物の柄があるとめっちゃテンション上がりますね。一番好きかもしれん。はい。そう、どんぐり好きなんですよ。かわいいよね、どんぐりの存在が好き。はい。で、今日は淡路白。トスコハンの色地は茜色。で、帯が猫鈴網戸帯の青緑と、帯締めが今日目立たせようと思いまして、ひびひものみかん色。ちょっとここら辺と合わせました。着物がね、ずいぶん秋色なのでね、どんぐりとあのイメージ的にも合うし、はい、足袋が青、帯と合わせたって感じですね。まああのすごい無難な合わせ方ですよね。襟にある色から帯と帯締め、足袋を出すみたいな。かんざしが、今日は花ガラスさんのかんざしですね。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、特に何もないです。今から縫い物をするぞ、私は絶対にしてやるんだね、今日12日なんですけど、昨日11日の、日中ですね。YouTube のライブの方で裁断しておりました。息子の部屋で裁断してたんですけど、長年着てた着物をエプロン3枚、こういう普通のカバン3個で巾着2つに裁断したんですよね。なんかあの今回は本当に無駄のない裁断ができたかなと思いますね。結構なんかエプロンのポケットの大きさを厳密に本当に欲しい幅で取ろうとすると、若干袋作るのに若干足りなくなったり、おかしな感じで余ったりするんで、まあなんか最初に見せた寸法は目安みたいな感じでポケット20センチの長さの何センチとかってやってるんだけど、もうあの入りゃいいやみたいな感じでやればいいと思います。本当目安でしかないので。しかも私あの仕事で、そのうち私はね、本業はパン屋なんで、あの YouTuber でもないですし違うんですけれども、本業パン屋で、パン屋で着物のあの接客スタイル あのパートさんたちとかにも、エプロンを作ってこしらえてたんですけれども、やっぱり体格が違うと、やっぱこのこう巻くエプロンってちょっと変わってきて、やっぱなんだろう、私は、まあ、標準よりやや小さめの人なんですけど、まあそれから標準の人っていうのは、まあ大体90センチで紐70センチ、長さ70センチっていうので全然大丈夫なんですけれども、身長はやっぱ150ない方で、洋服サイズで言うと5号と7号を行き来しているような方
ってなると骨格が一回り小さいので、そうなるとそういう子もいたんですよ実際。そういう子が90の巻くともうぐるんって巻いちゃうので、全体的に5センチほど小さくして作ってました。そういう子がちなみちゃんっていう子なんだけどね、ちっちゃかったんでね、そういうこともしてましたし、逆に大きい方は90しっかりないとやっぱここが結構出てきちゃってベラベラしてめんどくさいかなっていうのもあったり、あと紐を少し長くしたりしてました。70ではなくて90とか紐を長くして、ちょっと大きめにしてました。で、大きめにするときに、もし反物崩してするときは、私が作ったやつっていうのは、単幅2枚プラス真ん中に、前幅とかに使ってる、ここの部分とか襟とかに使ってる、要は単物を半分にした、部位を入れると、まあ、90にはならないけど80後半ぐらいになるので、だいたいそれで済むんです。ちょっと待ってくださいね。全部共布で見えにくかったので、これなら分かりやすいと思うんですけど、これはクルメガスリで私が作ったエプロン、いつも使ってるやつなんですけれども、これがまさにそうなんですよね。この幅が単物の幅なんですよ。単物の幅、単物の幅で、真ん中に単物半分の幅を入れると90まではいかないんですけれども、それなりにいい長さになるんですよね。90までなくてもいいです。それで、いやんちょ、かわいいでしょ、これ。わ、ちなみにこれ、ポケットが円周木綿です。ふっ、かわいい。紐もね、円周木綿なんだよ。で、これは100均で売ってるチロリンテープだよ。で、こうやってやるんだけどね、いつも。こうやってやるんだけど、ここ、後ろがね、ここがね、やっぱ少しお尻ここら辺隠れてないと、なんかぶつかった時なんかここに汚れがつくと嫌じゃん。だからここを少し隠れるぐらいにしてるのね。で、これがだいたいこんぐらい、私のお尻90以上あるんだけど、だいたいこんぐらいになるわけですよ。はい、ただお尻80ぐらいの人いるじゃないですか。80代の人ちょっとでっかいので、単物で作るんだったら、これより幅狭くしたかったら、もうこれ2枚にしてしまって良いかと思います。そんなに細い方は、着物を崩してするとなるとの話ですよ、今言ってるのはね。で、逆に大きくしたい方っていうのは、これをもう一個増やすとすごく大きくできます。そういう風に作ってたこともあります。私がそれを使うと完全にここクロスするぐらい隠れるんですよ。ここまで来るぐらい隠れるんですけれども、そうやるとかなり大きい幅になります。ということは、これを2つ足せばいいんですけど、足すときに真ん中で足すと、なんかポケットの縫い目とぶつかって邪魔なので、それをやるときは、こういうこの大きい単物1枚分の幅の布と単物1枚分の幅の布を真ん中でまずくっつけて縫うんですよ。で、こっちに狭い生地をつける、端っこにっていう風にやると、ポケットの縫い目にぶつからなくて、ミシンがカカカカカカカってなりづらいし、つけやすいです。はい。で、ポケットは、いろんなつけ方があるんですけど、この真ん中につけるのが、胸を高くポケットを、この前掛けを結ぶときに一番いい場所なんですよ。
これはよくカフェエプロンとかを代用する場合もあるんですけれども、カフェエプロンは長さは足りてすごく着物の前掛けエプロンわざわざ買わなくたって使えるんだけど、ここにポッケがあるんだよね。ここにポッケがあるってことはね、こうやると入らないのよ。こうやってる時とかにすごい邪魔なの、なんか入れてたらあいたってなるわけですよ。なのですごく向いてないので、もしカフェエプロン使うんであれば、こっちにポッケだけ縫い足したらいいと思います。はい、でここからここがだいたい20センチぐらいだったかな、長さ20センチあったかな、もうちょっと短かったかな、12センチだったかな、どっちだったろう、10センチ、10ね、11センチ、これで11センチ、ちょっと帯よりも帯の下よりも若干上って感じですね。もうちょっと上でも問題ないですね。これは、うん、10センチ、8センチとかでも、どんどん上の方がいい人は上にしたらいいし、まあどっかここら辺からつけると一番いいです。なので10センチ前後ですかね。うん。このエプロンの上から。これで11センチです。ちょっと低かったかなーって気もしてるけど、こうやった時にちょっと楽だからまあいいかなとも思ったりしてる。で、ここの長さが20センチだ。そうそうそう。何が20だっつったら、ここの長さが本当は20センチなんだけど、別に20センチぴったりなくってもいいので、20センチに生地を切って、縫い代1センチずつ作ってみたいな感じでもいいし、もっとちっちゃくてもいいんですけど、ポッケが1個ないと、ちょっと不便よね。これは単物幅です。ここはね、単物幅です。はい。これ何が入ってるかっていうと、たすき紐が入ってます。はい。いつものたすき紐が入ってます。仕事の時はね、ここにビニテを入れてたんですよ、よくね。で、私らのお店は、アレルギー対応パーのトントンっていうのは、工場の方でネット販売でしてるんですけれども、店は、食パンのトントンっていう名前で、本来最初はね、卵と乳製品普通に使ってるパン屋だったんです。でその、流れを残していて、卵と乳製品ある商品とない商品とあるんですよ。でそれでコンタミを防ぐために、コンタミネーションって言ってね、混ざることを防ぐために、まだお客様がトングでパンを取る時代で、なんていうのかな、袋詰めされてない状態のパンをパン出し、トレーに移したりとかする作業がすごく多かった時代があったんですけど、その時にビニール手袋をするので、卵と乳製品使ってる商品を使う時はこっち、使ってないやつはこっちって言ってビニール手を2つ用意してたんですよね。なのでポッケが2ついったという感じだったんです。今はねゴム手に変わったので、もっとゴム手ごと拭き取れやすくなったんで、いろいろだいぶ変わったんですけれども、まあ今もコンタミネーションを防ぐ、には気をつけて、お店の方は一応作業しております。はい。ただ、完全に入ってないものしか使ってないお店ではないので、抗アレルギーの方はぜひ工場でお買い求めください。はい。いろいろアレルギーの方もね、状態によって様々で、調子が良ければ食べなければ大丈夫っていう方もいらっしゃいますし、本当にちょっとでも触れるともうダメっていう方もいらっしゃいますし、それによってなんですけれども、工場は本当に抗アレルギーの方でも食べれるようにいろいろ配慮しております。はい、でお店の方は、どちらもある商品があるので、いろんな種類試せれるし、例えば
卵はダメだけど、例えば乳製品はダメだけど卵は食べれるっていう方も、そういう商品もあるんですよね。乳製品だけ使ってないとか、卵だけ使ってないっていう商品とかもあるので、あの全部を排除するっていう感じではなく、選べることもできるし、ちょっとでも選べる種類が増えるっていうのもあるから、そういう感じで、お店の方は考えていて、まあそんな中でできた、ポケット2つなんですけれども、まあ、使い勝手がいいのでずっとそのまんま、あの家でもこの形でやってます。あのエプロンは家用のエプロンにしてます。どうしてもお店に持っていくエプロンは油臭くなってしまって、食品特有のね、あるじゃないですかだからちょっと家ですると匂いが気になって、私がなので別々にしてます、はい、うん、ちなみにあの洋服で台所立つときはエプロンしない派だったので、本当着物の時だけはしてますね、うん、まあウールのエプロンは汚れがつきにくくて非常に便利ですし、ポリが入っていれば縮むこともないので、より一層便利かなと思って、まあ作ろうと思って今作ってるという感じですねまあまた自分もあるなっていう方は、どうしようかなっていう方はね、ほどく元気があったらそういう風にやったらいいかと思います。だいぶ減りました。こういうなんていうのかな、実際まあ歯切れとして拭いて捨てるっていうぐらいの使い方で終わって終了させてる着物とかもあるんですけれども、だいぶ減りましたね。今年ちょっとずつ減らしてて、うん、だいぶ減ってきましたね。もうちょっとで完全に減るなという感じなんですけれども、はい、まあ本当にいるものといらないものっていうのをしっかりしていかなきゃいけないなと、50になってすごく、うん、実感が湧いたんですよね。なのでまず誰もわからないだろうって思うのが着物なので、着物をなるべく、使わないものはもう歯切れにしてしまってとかっていう風にやっていかなきゃっていう、私だけが衣類が多いので洋服は使わなければね、もう捨てるしかないかなっていう感じはあるんですけど、まあリサイクルっていう手もあるんですけどね、うん、もうそれもね、もうどこまでリサイクルできるのかしらっていう感じはありますけどね。うちら制服とかもあったりするからさ、あーボロボロやしゃな、無理でしょうっていうのもある匂いも強いしっていうのもあるし、捨てた方がいいんじゃないっていうのもあるんですけれども、まあ衣類のリサイクルステーションみたいなとこも小松あるんで、一回そこ持っていこうかなって気はしております。はいどうにもなんないと思うけどなファスナーとか使うのかな、でもファスナーも壊れてるのあるしなどうなんだろうね、リサイクルってどこまでがリサイクルなのかなっていう気はしますよね、正直。そういうちょっと今の時代の高リサイクル思考みたいなのにちょっと戸惑ってますけども、ちょっと自然体で使えるものは使って、使えるものは処分してでいいような気はするんですけどね、はい、そんな感じでございます。はい、まあ大事な着物はちゃんとここにいつも着るやつはあって、うん、その中でもそうですね、本格的にちょっともうちょっと寒くなったら本当に着やすいウールを探しに行こうかな自分でとかっていうふうにも思ったりしてますね、うん、そうなんですよね、はいね、なんかね、本当こうやって崩して、最後にエプロンとかにまでできるようなぐらい、自分の、深く、気に入る素材的にも癖が分かってる相棒みたいなのがまた出会えたらいいかなと思って、
あのそういう旅に出たいなと思ってるんですけどもうね本当になんかもう出会いだよねこれはね、うん、着物さんにねいっぱいいろいろ着てたのでゆっくり見に行きたいなちょこちょことと思ってるんですよね。あとジャムルケイさんの方にもリサイクルのジャムルケイさん基本的に着物多いんですけどちょっとコーナー外れたところにウールのコーナーができてたんですよね。あのジャムルケイさん入って知ってる方はご存知かと思うんですけど入ってすぐのバーって見えるところに着物置いてあるんですけどレジの奥入ったとこもっと広くてそっち側にちょっとウールがあって今もあるのかな。ちょっとここ数ヶ月行ってないからわかんないんですけど模様替えしてなければあると思うんですけどそこに結構本当に掘り出し物のいいのがあったんですよね。それこそ松吉さん来た時にもうシンデレラサイズばっかじゃんっていうのがあったんですよ。松吉さん身長160ぐらいで結構大きい背のスラッとした方なんですけどちょうどのがあったんですよね。なのでちょっと楽しみだなと思ってあそこは本当に結構蔵ごと買い取りみたいなのが結構多いので地元の人も本当にリサイクルみたいなのも出会える確率も高いので確かに加賀の人背高いしそういう着物もあるんだろうなっていう感じはしますよね。農村部の方って結構体大きい方いますもんね。あのしっかりとあの食事できてる方で体のなんか歴代大きくなっていく家系みたいなのもあるからそういうのもあるのかなとは思うんですけどね。ちょっとあの違う種類があって両方行ってみたらそれなりに面白いのが出会えるんじゃないかなと思ってちょっと私は楽しみにしてます。はいちょっとした楽しみですね。うん、あんまり県外にも行かないし祭事着物の祭事とかも行ってないのであんまなんかそういう自分にっていうのは今年は本当全然なくて今年は何も買わないのかなって思ってたんですけどモタハンさんがポンポコポンポコ新商品出すもんだからまあモタハンさんとは仲いいし買わないわけにはいかないし結局私使うしみたいな感じで70番帯っていうのでボンボンボンって買ったんですけれども、うん、今年だからちょっと違う買い方してますね。あと子供たちの買ったりとかしてましたね。うん、一回でもあれだね森川レースさんの記事をもう一回見に行きたいなって気はしてるんですけどね。うん、いろいろ思ってはいるんだけどとりあえずやっぱリサイクルショップ好きだしリサイクルショップ行きたいなみたいな感じですかね。そして今日はとりあえずエプロンを作ります。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、それでは皆様いい一日を。3、2、1アクション。こちらもう一回。はい、すいません。3、2。チャンネル登録はこちら。ゆいちゃん。